このチワワです。ツコミゴードです。今日はですね、フォートナでスパイチャレンジをやってみたいと思います。スパイチャレンジは何かっていうと、私が勝手に決めたチャレンジなんだけど、その内容はゲームが始まって、飛行機から降りて、電車に直接スパイみたいになんか特別任務みたいな感じで直接電車に乗ること。それと、武器はピストルしか使っちゃダメ。スパイはやっぱりピストルじゃん。まあ、ジェームズ・ボンドはピストル一本でなんか乗り込むみたいな感じで。はい。日本のスパイって言ったら誰？ゴルゴ13。実は最初日本に来た時に、ゴルゴ13の漫画見て、1と3が B に見えて、ずっと頭の中でゴルゴ B って読んでたんだよね。ABC の D。ABC の B だとずっと思ってたわけ。でも13なんだよね。ジェームズ・ボンド007と同じように数字つけられてんだよね。それでこの人スパイっぽくないよね。もっとスパイっぽいのはないかな。こいつがスパイ。おいい、いいじゃん。これ一番、あ、これにする、これにする。お、いい感じに俺もヒゲ剃ってないで。ソリッドスネーク。スネークさん。スネーク13。スネーク B。A で行こう。スネーク A。OK。直接列車に乗り込んで、ピストルを手に入れて、ビクロイするっていう内容の任務です。そしてなんでこのチャレンジしたかったかっていうと、ピストルは普段、俺使わないけど、ピストル強いんだよね。結晶が綺麗に2倍のダメージになるから、多分緑以上のピストルだと、頭ダメージが50入るんで、頭4発で人倒せる。そんな簡単に頭4発入れられないと思うんだけど、まあ、この人なんだっけ、スネーク A さん、スネーク A やってみます。え、列車どこ？あ、ここ。ね。マップに出てるね。行くぜ。お、俺を止めるの、他のシークレットエージェント2人いるね。そして電車でピストルが手に入れなかったら、もう降りてピストル探すっていうだけの話なんですけど。いいえ。こちらはスネーク。列車に乗ったぜ。でも現在武器はありません。ピストル、いや。ピストル、いや。OK、ピストルない。アイテムを使っていいけど武器はピストルね。あ、でもゴルゴビーはスナイパーだよね。ゴルゴビーって言われちゃった。ゴルゴ13。ゴルゴ13だよね。分かんなくなった。ゴルゴ13はスナイパーだよね。でも今日はジェームズ・ボンドっぽく。ピストル。あ、やばい。この先人いそう。人いそう。いる？いる？あ、でも、これ一応スパイだから。あ、うわっ。やば、ピストルなかった。あ、敵いる。やば、武器ない、まだ。これは終わったかも。オッケー、武器ないときついね、このゲーム。理解しました。スネーク A が失敗して、次発見されるのはスネーク B です。ゴルゴ B と同じく。こちらはスネーク B だ。最初から俺を雇うべきだったな。これ飾りのだけのピストルを背中につけるスパイインの逆に。まあ、スネークシリーズではみんな飾り物。ピストル。やばい。これピストル手に入らなかったらやばいよ。ない。ピストルプリーズ。ピストル。うわ。ピストルないじゃん。うわ。ないじゃん。丸腰じゃん。でも大丈夫、スネークはもちろん格闘技術、格闘、叩き込まれてるね、小さい頃からね、スネーク B は。めっちゃ戦争になったじゃん、そっち。OK、やめよ。
この刃だけやればいい、スネークは。あっちゃっちゃ。あ、じゃあ鎖も使っていいってことにしよう。ハデスの鎖みたいなのがあるじゃん。あ、ピストルマーク。あ、ピストル撃ってないじゃん。ね、いいショットガンだけど、このスパイはピストルしか使わないんだよ。ピストルなかった。ピストルない。いや、ピストルマジでないんだけど。もうピストルなしでやるしかないか。え、ピストルない。はあ、やった、やっとだ。これだ。オッケー、これで。オッケー、来たぜー。来たよ。これでビクロイを取る。こちらはスネークビーだ。異常なし。ニワトリか、あれ人だよね。人だよね。ニワトリあんな速いスピードで移動できないよね。ターゲット目撃だ。でもまだ手を出せない。え、これあかんの？入ってよ。俺は有名なスパイなんだよ。スネークビーのこと知らない？聞いたことないの？大物だぜ。スネーク A と全然違って強いんだぜ。まあいいや。取ってるね。お、ピストル強い。ピストル強い。ナイス。あ、俺の任務はビクロイするだけなんだけど、余計な被害者出してね。スネークビーだ。こちらにスナイパーがいるようで、場所を移動する。うわ、いるし。これ何？ピストルじゃないんだね。そんなことできるんだ。落ちると思ってた、敵が。落ちないんだよね、車から。こちら本部です。スネークビーがやられました。ウィーン！スネーク C が行きます。スネーク C は一番強い。強い。列車速くない？遅いか。早く、全然速くなかった。だ、駅になるとゆっくりになるんだよね、列車。そこでスネーク C がチャンスをつかんで着陸する。今度こそピストル最初から欲しいんだよね。ピストル、ショットガンか。ピストル、にゃー。結構いい武器もらってるんだけど、毎回でも使える武器じゃないんだよね、全部。ピストルないよね。やば、また丸腰じゃん。ピストル、いや、ピストル、ピストル、よかった。
よかった、これで。俺誰だっけ？またピストルやん。これでスネーク C は大丈夫でしょ。戦わなくてもいいからスパイっていうのはやんのかこれやばいやばい、お、多くない、多くない、スネーク C は大丈夫だ。遠くから撃たないでほしい。俺スコープないんだよね、このピストル。てるね、ピストル当たると強い。どの武器もそうか、うん、ピストル強っ。スネークシーツ戦闘用のスパイ、何よりピストル改造したいんだよね。ピストルにスコープあったら最高。危ねえ危ねえ、スネークさん、もうちょっと隠れて移動しないとダメだよ。スパイで6キルっていうのは余計な被害者出してるってこと。武器庫入ろう。あ、でも人いそうで怖いね。もう終わってるかな。これもあるし、何これ、なんで車ある？ピストル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 ないじゃん。まあ、とりあえず改造しよう。かっこいいスコープつけて、とりあえず、もっと弾が入るように、サイレンサーつけたら、いいんじゃない？いいんじゃない？出られないんですけど、そうやって出るか。うわっ、そこから撃ってきたね。ラピータから遠くない？こちらピストルなんで勘弁してくれ。勘弁してくれよ。ピストルしか持ってない。で、この自販機何くれる？僕も自販機。あ、人いる。ストップ。この自販機何くれるの？デカポか。オッケー、いいよ。この先はメダルの人がいるからやめよう。その上にも人いる。やだやだ。やだ。戦いたくない。こっちには大事な任務があるんで。頑張れピストル。じゃねー。
逃げる。あ、逃げた。撃たないでほしい、撃たないでほしい、撃たないでほしい。この人、しつこいね。しつこいね、君。え、どこ行った？列車乗った？君もスパイっぽいじゃん。動いてる列車乗って逃げるなんて。見直したぜ。ほんとだ、いる。フレンジーショットガンは大変だよね。フレンジーショットガンで飛んできたら建築するべきだったね。スネークシーがやられました。このピストル持っていけないかな。だって見つけるのは難しいピストル。ふー、スネーク D いきます。列車目撃、これから着陸するぜ。駅が邪魔なんですけど、いけるか。え、そこピストルあるんだけど。上にピストルあったんだけど、拾いに行こう。ここピストルなかったらあれ拾いに行く。ピストルなかった。 OKOKOK。いるし、オッケー、いる。ここも自販機あるね。でもピストル、このライフスナイパーか。ピストルの自販機ないのかな。なんか調べたら、どこのピストルがどこで手に入るか、わからないみたいで、どこの自販機に行けばいいかわかんないよね。どこの自販機に行けばピストルが手に入るか、わかってれば最高なんだけどね。でも前は、この先にある自販機でよくピストル手に入れられたんだけど、多分今は違うけど、一応スパイには情報が大事だから一応確認するね。あ、ライフルになってるね。アサルトになってる。アサルトになっちゃった。オッケーオッケー。この自販機どこ？たくさんあるけど。あ、人が来てる。人がジップラインを乗ってる音がしました。うわっ、当たらない。無事に息伸びました。自販機は地図に出てこないね。近くに行くと、右上のマップには映すよね。人がいた。まあいいや、撃ってこないでほしい、撃ってこないでほしい、撃ってこないでほしい。
おお、なんかここは自販機ある。ピストル。ショットガン。なんか紫か金のピストル手に入れたら、どの スネーク ABC なんで誰でも立てる気がします。あ、ここも自販機2つあるね。でも武器の自販機なのこれ。アサルト、やっぱこの表紙は合ってるよね。必ずアサルトということよね、表紙で。表紙でわかる。え、人いるんだけど。あれ？ちょっと自販機いないの？ジージ、この自販機はなんか違うの。これか、何これ。酒目を発動する自販機だったね。ここも自販機あるね。見た目でわかるんだよね、ピストル撃ってるかどうか。まあスパイらしい声かどうかわからないんだけど、こうやって車で回ってピストル撃ってる自販機を探せばいいのかな。ここは自販機あったね。アサルトか、アサルトだね。履いていいのかなこれ。誰も来てないまで。ピストル。おっほー。最高。サイレンサーつけよう。あー、やだ、人来てる。やばい、逃げたい。逃げよう。いいピストル。こっちもスコープつけようと思ってる。これで勝てる。なんかこの先も自販機あるんだけど。ここも自販機じゃん。この中？この上か。この上に自販機があって、あれ？これか。こいつか。そういう自販機か。あと6人。ちょっとスパイらしく隠れよ、マジで。あ、スパイらしいことはこれだね、これだ。見えるぜ。あ、いた。見失った。あ、いた。うわ。え、そこ、そん中人いる。さっき俺が言ったところ。3人。さっきマジで紫ピストル当たらなかったんだけど。エイムの問題か。2人戦ってほしい、残りの2人。見られたかも。見られた。やばい。残りの2人を戦ってほしいよ。
戦ってていいよ。俺は関係ない。どこも？うわっ！街の中よ。あの人。二人戦ってほしい。二人戦ってほしい。うわ、アンチそっちか。頑張れ、スネーク D。お前なら勝てる。あ、いた、見えた。隠れてるね、そこ。隠れていくんだね。で、もう一人。両方スナイパー持ってるんだよね。そうだね。当たらん。あちこちだね。オッケー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 。どこ？マジでどこ？1対1、そこにいる、そこにいる。そこにいるよね。スネークさん、スネーク D、君こそ、君こそいけるよ、信じてるよ。いる？ OK、ナイスナイス。ナイスダメージ、スネークさん。スネークさん危ない。やあ。アンチずるくないこれ。俺は最高のスパイだ。スネーク D には余裕だね。今回の任務の情報です。本部に伝えてください。ありがとうございます。では皆さん、今日の動画はこんな感じです。よかったらいいね、クリックしてください。そして次やってほしいチャレンジがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。こちらはスネーク D。任務完了。